せーの、やっほー、あみです。みゆです。はいはい、ということで2回続けてのディズニー動画となりますが、はい、ディズニー動画といってもディズニー行ってないんだよねディズニーの動画となりますが、今回は結構インスタで質問が多かったディズニー行く時のバッグの中身紹介をしたいと思います。イエーイ。そうですね、ディズニーの行く時のバッグの中身ぜひお見せしましょうということで、はい、行きます。はい、せーの、それでは早速いくよ。パパいくよということで、じゃあバッグの中身紹介あんからやろうかな。はい、まあ、バッグはだいたいいつも同じのを持ちますね。あ、違くてディズニーに行く時も普段と同じようなバッグ、こういう感じのバッグを持ってます、まあ、例えばなんですけど、うん、で、中身紹介、なんか本当に申し訳ないことにディズニー行くからって言ってそんなにバッグの中身は変わりません。ちょっとみんなのご期待に沿えない形になってしまうかもしれないんですけど、はい、必須タオルですね。あと普通にポーチ、でもポーチとかもいつもよりかちょっとちっちゃめのにするとか、マジで必要不可欠なものしか持たないかな、うん、そうだね、いらないものは全部置いてきます。で、あとはポーチに入らないパウダーですね。はい、で、あ、これはちょっとディズニーならではかもしれない。じゃーん、充電器コンパクトな充電器、いつもは大きい充電器を持ってるんですけど、ちょっとでも軽くしたいということで、これちょっと前に買ったんだけどね、この薄い充電器ですね。やばくない？めっちゃ薄い充電器なんだけど、これフル1回ぐらいできるんで、まあちょっと不安だけど、家に出る時に 100% で行けば間に合うかなって感じなんで、この充電器は必須ですね。で、あとはティッシュとウェットティッシュです。ディズニー食べ歩きもたくさん、食べ歩きとか、まあ普通にそういうフードがたくさんあると思うので、ティッシュとウェットティッシュは欠かさずに持ってます。使うことある？ウェットティッシュ、え、あるあるある。手汚れちゃったみたいな、食べてて並んでる時にさ使うじゃん、そういうの。でもさ、並んでる時食べれなくなったからさ、今。そうだね、そうだね、ちょっと今はちょっと手洗いに行けますっていうことででも使うよ。で、あとはハンドクリームですね。ハンドクリームです。いつもの新しく買いました。あー、本当だ、新しい。みゆも買わなきゃ、誰かに使われてたからなんで？まだあるじゃん。え、あるの？まだみんな入ってるよ。あれもうなくなったよ。そう。で、香水ですね。はいえ、マジで特別なもの入ってなくて草なんだけど。あ、あと草入る、じゃーん、こちらリモコン。これはディズニーだから持っていく。そうだね、うん。ちょっとね、最近反応しなくなってきてるの、この子。やばい、バカになってきちゃった。買わなきゃ。でもこれね、100均で売ってるのだから、100均で300円ぐらいで売ってて、うん、電池交換できるから、多分電池変えれば使えるかな、うん、そうで、ほらディズニーってさ、セルカ棒ダメじゃん、うん、三脚、うん、とかもダメだから、普通に立ててその辺に携帯置いて、これでポチポチ撮るっていう、これめっちゃおすすめね。めっちゃいいよね、うん、はいね、はい、って感じです。本当に特別なものないな、はい、あ、何言ってんの、アミ。今手ぶらでノーマネーで行こうとしてたディズニーで、もうこれが最大の見せ場だったそうだね、うん、じゃーん、やっぱディズニーと言ったらポシェットでしょうってことで、財布は入れないで、これに入れて、これにお金を入れて財布代わりにして、こちらを持ってきます。はい、でもさ、一番これ恥ずかしいのがさ、行き帰りのコンビニとか寄った時いや全然つけてくけどねちょっと恥ずかしくない？まあね、こうしてさ、こんなもう二十歳がさ、こんなところこう出してさ、可愛いじゃん恥ずかしいと思う。まだ許して。でもこれを財布代わりに持ってきます。はい、って感じです。はい、みゆ紹介する意味あんのくらいな感じだけど、紹介しとく。タオルも忘れたし、これにプラス何かあれば
言ってください的な感じで。そう、そうしましょう。そう、ほぼほぼアミと一緒すぎて紹介するものがないから、プラス何かあればということで、はい、探してみます。はい、 あるあるある。お、あるんだ。カイロ。お、すごい、カイロ出てきた。カイロはね、やっぱね、ディズニー行くときは2つくらい持ってく、1個開けてって2つ持ってくぐらいが本当に冬のディズニーはね、うん、いやもう寒くて死んじゃったらどうしようってことで。めっちゃ言うってことで、やっぱ大事だから、ミーは絶対に新しいカイロを1つ2つは入れていくようにしてます。冬はね、手が冷えるから。あとはアミが言ってなかったもので言うと、ミンティアですね。あ、あ、とかミンティア。ミンティアは、まあ、いつでも口をリフレッシュしたいときにいいと思います。大事です、はい、で、最近っていうか、最近、もうつい最近なんだけど、ちょっとエコバッグをね、あ、つけてると便利だなってことでさ、今ディズニーもさ、プロがさ、10円だったよね。10円だっけ、なんか取られるようになったから、あの、お土産でさ、買うときに別に袋買っちゃえばいいんだけど、いつもだったら資源、資源、エコ考えて。違う違う違う、いつもだったらさ、お土産普通にくしゃくしゃになってもいいよと、中にお土産用で入れてもらうけど、お土産でさ、渡すときってさ、ディズニーの袋がさ、欲しいなって思うから、お土産買ったやつはこのエコバッグに入れて、袋も買って畳んでしまっとけばさ、綺麗な袋も使えれるじゃん。あ、ね、それであげるって、人にあげるっていう話か。だからエコバッグも大事かなって思いました。確かに、はいはい、そんな感じですかね。なんかディズニー行くからといってそんな特別なことはしてませんっていう結果、オチ、ごめんなさい、一番ないものでって感じでした。はい、まあ、ディズニーは確かに軽くする方がいいからね、うん、でもさ、昔さ、ディズニー行ってる時さ、すごいリュックで行ってた。そう、大荷物だったじゃん、うん、でさ、夜になってもういらないなって思ったらさ、本当にお土産買って全部ロッカーに預けて、手ぶらになってさ、うん、夜は本当にさ、うん、フリーダムな状態でさ、うん、パーク回ってたよね。確かにそんなこともしてたなって感じ。やっぱ持ってきたくなっちゃうもんね、いろいろね、うん、あとグミとかも持ってる時々。あー、そうだね、うん、感じだね、うん、はいはい、こんな感じで、あんまり変わんないけど、ちょっとは参考になったよって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、アミとミエでした。バイバイ。